はい、というわけでエンジン始動、エンジン始動ってニュートラル入ってんが、これやばいやつや。ニュートラルに入れまして、そう、人のバイクで、しかもお宝なんでこけへんように今日は気をつけようと思います。混合仕様になってますんで、なんかこういろいろ計測して入れてましたけども、もうちょっとあの白煙を吐き散らして走りたいんで多めに入れてほしかったっすね。あ、ちょっと待って。モトブログしてる余裕ないっすね。 OK です。めっちゃ楽しい。これちょっと吹かしとかんとまだエンジンがすぐ止まっちゃうんで。ハマゾンさんは最近ね増車したというゼファーになります。すごいな、これあの4000回転からすごい化け物みたい。ほんまパワーがみなぎる、みなぎるわこれ。おー、みなぎるみなぎる、超みなぎるな。あ、ちょっと迫ってるからね、すごい手首に力が、手首にいうか指に力が。あ、やっとアイドリングも安定したかな。今日はどこに向かうかと申しますと、マーブルビーチへ向かいます。マーブルビーチね、泉佐野の方にあるんですけども、まあ、海沿いの綺麗な景色の綺麗な、ね、入るとこですね。そこに今日はこのケッチで向かっちゃおうかなと思っております。ねえ、やんちゃな奴らが愛したケッチ。今後ね、毎回ガソサで作るよりも大概めんどくさいですよね。あ、お前クリップが下がってきて。了解、そういうこともあるんですね。そういうこともあるんや、グリップが下がる。グリップが下がってくるあるあるがあるんですね。あの、さっき言いかけたんですけど、シート高がまあまあ高いです。これ多分純正なんでしょうか。つま先立ちですよね。僕みたいな足が長い人間でも足が長い人間でもこうね、そう、スーパーロングの足でもね、こうつま先立ちになっちゃいますね。結構シート高が高い。まあ、あの乗り心地はね、シートが純正シートなんで、こう結構ふわふわした感じです。確かケチといえばね、250SS があれば、まあ、250ケチ250は、まあ、エンジンはそのまま引き継いでるらしくて、馬力で言えば28馬力やったかな、28馬力ぐらいで、400が38馬力ぐらい。ただあのパワーバンドに入った時は結構加速しますね。はい、結構加速します。パワーバンドに入らへんかったらツーストはまあスカスカですよね。多分ね、4000回転ぐらいから結構美味しいところが来ちゃうんかなと思います。うん、最高やな、天気もええし。まあ、ツーストなんてもちろんエンジンブレーキはあまり効かないんでね、まあ、もっぱらブレーキばっかりでこう止まるような感じ。赤い鼻が、ハマさんクールに乗ってますね。やべ、
野さん忙しくてあまりねケッチの方乗れてないみたいでして、うん、久しぶりに乗るとこうやっぱりちょっとね最初のうちは調子がいまいちですよね、まあ、高速乗っかりましてこうちょっと軽く分回したらねあの復活すると思うんですけど、後傾マスターシリンダーカバー、確かビートって書いてたような、ほらやっぱビート製の、 あのリストバンド、これだけでもあの結構高いやつなの、飛ばすわけにいかないですね。これ綺麗やな、ライトに自分が映ってる。イオンを心配してエンジン切ったいう感じですね。イオンが怖い。いけるかこれも、多分いけるでしょう、いけるでしょう多分。赤いかったらもう一回信号な待ちます、待っとってください。日陰でゆっくり待っててください。イオンがどうしても上がっちゃうんでね、旧車はやっぱり厳しいですねこの時期。まあ真夏に比べたらだいぶマシになったと思うんですけど、そろそろや、来た、 OK。 これからあのね、まあまああの、あマジか、やばいやばい。よし行くぞ。高速乗っけ、こっから涼しくなるで、涼しくなるで、テンションが上がる。おお、ケッチで阪神高速入るなんて怖いやんけ、怖いやんけ、合流が、都会の合流って怖くないですか。 CBX やったらね、いつもそんなに怖くないんですけど、マーブルビーチに到着しました。最近ね割と雨とか続いてたんですけど、久しぶりにドライコンディションで走れたという感じになってます。でちょっとあのバッテリーが途中でなくなりましたんで、いきなりマーブルビーチ到着という撮影になってしまいましたけども、まあこんな感じです。向こう側にね、対岸に見えるのは関西新空港ですよね。もう新ではないんですけども、やんちゃなやつらが愛したケッチ、いい感じですね、ほんといい感じ。で、この4腕、4フォアが、ケッチと4フォアって合いませんか？年式的に言ったら、ね、SS 系がね、マッハが合うと思うんですけど、まあ、ケッチも、ね、4フォアも、すごい映える。うん、なんか緑と赤ですごい綺麗やな、いう感じですね。かっちょいい。すごい昭和感たっぷり。B キャスです。豪華なバイク、車体自身がねプレミアム価格がついてるんですけども、パーツがね一つ一つすごい当時物のこうねすごいお高くなってるようなパーツが入ってますんで、すごいなと思います。しゃ、はい、マーブルビーチからいきなり帰ってきました。というわけでケッチで今サービスエリアで休憩してます。なかなか難しいですねこのバイクを乗りこなすのは。まあ難しいですね。フォースト乗れば乗るほどこうツーストって難しいですねやっぱり。
レッツラゴー。この鬼加速。